よし。前回はデートに行くっていうところで終わったんだっけ。よし、じゃあ早速行こう。ニオさーん。姫子は何何何、その急いで。おはようございます。おはよう。何、どうしたんですか、そんなに走って。今が待ち合わせ時間ちょうどですから、遅れてないですよ。いや、そこの信号まで歩いてきたんじゃが、うん、なあお前さん、さっき軽薄そうな男に話しかけられてたじゃろ。はい、軽薄かどうかは分からないですけど、道を聞かれてました。ほうほう、あいつらどこに行く予定で。ここの近くにコーヒーの美味しい喫茶店があって、場所知らないかって聞かれたんです。で、知ってたから教えてあげたら。よく分からんから案内してくれって言われたんじゃろ。すごい、その通りです。でも私人を待ってますのでって言って断ったんですよ。ちょうど走ってくる仁王先輩が見えましたし。相手の男にも見えたかな。はい、多分。そしたらすぐに行っちゃいましたし。そうか、間に合って何より。はあ、どうしたんですか先輩。いや、相手に気づかれなきゃ意味ないとしみじみ思っとっただけ。はあ、ほんと天然にはストレート以外効かんのじゃな。はてな、多分ナンパされかけてたんだよね、きっと。さあ行くか。コーヒー屋さんに一緒に行こうみたいな。そういえば先輩、何のコンサートなんですか。ああ、なんか最近売り出し中のバンドでな。ほら、チケット。このバンド割と有名らしいです。友達がメンバーか、みんなかっこいいって言ってました。そうなんか。俺はよくコンサート行ったこと一回もないんだよね。姉貴が行く予定だったんじゃけど、彼氏と別れたとかなんとかで行く気が失せたって言ってな、俺に押し付けてきたんじゃ。そうなんですか。姉貴としちゃ捨てる気にもならんらしくてな。姉貴、しかも譲ってやるんだから土産買ってこいって釘刺された。ふふ、仁王先輩、お姉さんには頭が上がらないんですね。だいたい弟ってそうじゃない。姉貴には勝てんよ。ふふふ、あ、開演時間もうすぐですね、急ぎましょうか。そうじゃな。口喧嘩では絶対に女の人に勝てないって学ぶからね、弟は。ってこの間ネットで見た。やっと終わりましたね。大丈夫ですか先輩。すまんが、ちょっと疲れた。めっちゃ電話来る。そうですね、私もちょっと。バンドの演奏よりも黄色い声しか耳に残っとらん。なんだったんじゃあの女どもは。なんだか熱狂的なファンクラブがあったみたいですね。音楽に合わせて踊ってましたし。あれだけ叫んどってどうやったら音楽が聞こえるのか、真面目に不思議じゃ。そうですね。なんか疲れたら腹が減ってきた。飯食うか、ゆっくり食いながら話そう。あ、はい。なあ、あのバンドメンバーかっこいいと思うか。かっこいいとは思うんですけど。そうか。ああ、もしかしてアイドルとかそういうのに興味がない方か。全然ない方だな。友達に珍しいって言われます。珍しい方に入るか。はい、クラスの友達は大体人気のあるアイドルとか好きですし。うん。仁王先輩、頼みがあるんじゃけど。はい、何でしょう。そのお前さんの友達にな、テニス部の試合でも練習でも見に来たことがあるかどうか聞いてみてくれんか。はい、構いませんよ。じゃあ顔の広い新聞部の友達に、ああ、メールでいいですか。ああ、その方がお手軽やの。頼む。送信と、すぐに返信が来ればいいんですが。まあ、ゆっくり食べながら待つとしよう。はい、そうですね。そういえば今メールを送った友達、運営員が羨ましいって言ってるんですよ。どうして、雑用ばっかりで忙しいのに。運営委員長が評定テニス部部長の跡部さんだからだそうです。あの人すごく有名なんですね。ま、目立ちたがり屋で派手なやつだからな。テニス部の人たちの中でも有名なんですか。ああ、実力も折り紙付きよ。そうなんですか。地震速報かと思ってよ。あ、先輩、友達から返信が来ました。お、早いな。なんて書いてる。美は見に行ったに決まってるじゃないって書いてます。行った試合についても感想を含めて書いてますね。そりゃ親切じゃな。どんな感想が書いてある。
まず評定。テニス部の練習中はいつもフェンスの向こうに女の子の集団がいて黄色い声援を送っているそうです。ファンクラブまであるってすごいですね。アイドルグループみたいじゃな。ネタこうでしたら性格が捨てがたい部長さんと天才富士山ルーキーの龍馬くんがグッとだそうです。ほう、手塚もか。他には、他には今回の学園祭参加校でおすすめは六角の佐伯さん。先ほどの評定は部長さんと押したりさん、山吹は千国さん、不動峰の立花さん、ルドルフの水木さん、まだいますね。いっぱいじゃな。どんだけだよ。そうですね、忘れちゃいけない山狩り1回大レギュラーメンバー姫子写真撮ってきてって、相変わらずなんだから。もうなかなか面白い友達みたいじゃな。しかしいい情報を聞いた。情報ですか？ああ、その情報のおかげで模擬店の景品とっておきのを思いついた。そうなんですか？一体どんな？すまんが今は内緒で。あ、飛ばしちゃった。そのうち教える。多分アトベと押したりのツーショットだよね。期待して待ってて。はい、これでデートは終わりかな。さてと、ああそうじゃ、姉貴に土産を買わんと。私に買わせてください。私からのコンサートのお礼ということで。え？でもお前さん、ちょっと苦手だったんじゃないか？そんなことないですよ。ちょっとびっくりしましたけどね。それにあのコンサートで仁王先輩、模擬店の景品のヒントをもらったみたいだから、運営委員としてお礼しないと。律儀じゃな。じゃ、お言葉に甘えるか。ケーキかなんかでいいから。はい、じゃあ美味しいところ知ってますから買いに行きましょう。あ、お待たせしました。レジがだいぶ並んでて。いや、大して待っとらんが、ずいぶん流行ってたケーキ屋だったな。はい、すっごく美味しいんですよ。その顔を見てると本当にそうなんじゃろうな。ほら、ジュース買ってくれた。ありがとう。いや、いいお金なんかいいんだよ。好みがわからんかったからスポーツドリンクにしたが大丈夫だったか？はい、じゃあいただきます。今日はなんか俺の用事で連れ回したみたいじゃな。いえ、そんなことないです。コンサートは驚いたけど楽しかったし、模擬店の準備にもなりましたし。お前さんは本当に真面目じゃな。そうですか？ああ、運営委員は楽しいか？はい、すごくやりがいがあります。最初はなんとなくで引き受けたことなんですけど、やってよかったなって思います。そうかそうか。なあ。は？いや、離れた。なんでもなか。そろそろ日も暮れてきたし、帰るとするか。はい。あ、結構上がったね。ジュースで思い出したけど、私もさ、男友達と結構ご飯行ったりするんだけど、なんかね、おごってくれるんだよね、結構。まあ、小学校の頃からの友達なんだけど、なぜかおごってくれることが多いっす。男として当然かどうかは分かんないけど、私はあんまりおごられるのは好きじゃないから、いや割り勘でって言い張るんだけど、でもなんかね、私がトイレに行ってる間とか、向こうがちょっとトイレ行ってくるとか言ってたら、なんかもう済まされてたりは結構するね。今日は朝一でビンゴの景品会に、みんな何を持ってくるのかな。ごめん、ちょっと鼻かませて。お、おはー、お、仁王先輩。一番下気になるな。おはー、おはようございます。ああ、お前さんか。今の上がったの？本当に上がってないように見えたよ。みんな
何か景品になりそうなものを持ってきたか。俺はこいつだ。何？ダーツセットいいんですか？結構高そうですけど。もらいもんじゃからな、気にせんでいい。うん、景品としては妥当だな。他には？あ、私もいいですか？おう、ありがたいな。何を持ってきてくれた？手作りクッキーとぬいぐるみです。うん、それはいい。女性と子供には受けるだろう。あ、俺はこんなもんしかなかった。サッカーボール、新品だな。ああ、知り合いにもらったんだが、俺はサッカーしねえし。よくその知り合いサッカーボール渡そうと思った。こいつ、携帯用ゲーム機、これも新品か。そう、もらいもんなんすよ。ふん、みんなもらいものだな。そういう副部長は何持ってきたんですか？これだ。熊の掘り物。北海道土産っすか？土産物ではない。名のある掘り師による一品物だ。俺、あんまり欲しくねえな。物の価値のわからんやつだな。一応景品リストには入れておきますね。よし。ニオ先輩、あ、これもしかして手に抜かな。何もないね。あ、違うっぽい。練習するのかな。邪魔したらダメだよね。ん？おう、お前さんか。あ、見つかっちゃった。どうした、俺に会いたくなったんか？いえ、そうじゃなくて、練習中だからお邪魔しちゃいけないと思って。ああ、まだ大丈夫。野球が来とらんからの。野球先輩と練習ですか？ま、軽く打とうかと思ってな。お前さん、野球が来るまで暇じゃけ、こっち来て相手してくれんか？あ、はい。そういえば、テニスコートにいる先輩って初めて見る。着替えないのかな、ジャージに。どうした、俺の姿に見とれとるんか？ははははは、違います。テニスコートにいる先輩初めて見るなと思って。テニス部所属でそういうことを言われるとは思わんかった。私、テニス部の練習とか見たことがないので。一度応援にでも来てくれ、結構楽しいと思うからな。びっくりすると思うよ、テニヌは。はい。テニスはな。え？テニスには不思議な魅力がある。旗から見たらただ単に球を打ち合うだけじゃがな、コートの中に入れば腹の探り合い、騙し合い、いろんなことがある。まあ、たまには赤矢みたいにちょとつ猛進に打ち合うってのもあるがな。先輩はどっちのテニスが好きですか？どっちも好きやの。なんも考えないで打ちたい時もあるし、なんて先までも読んで裏を書きたい時もある。どっちも楽しいもんよ。そうなんですか。テニスを始めた時はなんとなくやってみただけじゃけど、完璧ハマってしまったもんじゃな。先輩は本当にテニスが好きなんですね。俺に限らず、この学園祭に集まったテニス部のやつらみんなそうよ。そうですか、いいですね。そんなに熱中できることに出会えるって。お前さんにはないんか？はい、今は運営委員の仕事に熱中してますけどね、終わったら気が抜けちゃいそうです。近づくなよ。じゃあ、俺に熱中してみるってなと。どういうこと？え？結構ハマると思うんじゃけど。もうからかわないでください。せっかく感心してたのに。感心？先輩がテニスの好きなところを話してくれてすごいなと思って。そうか。でもからかったから台無しですよ。そりゃ釣れないの。私、委員会があるからそろそろ行きますね。そうか、寂しいが仕方ないか。それじゃ失礼しますね。はあ、もういいぞ。野球。野球どこにいたの？待たせて悪かったな。いえ、それよりも逃げられましたね。バルス。なあ、どうやったらいいと思う？
彼女その方面は鈍そうですからね。正攻法がいいんじゃないですか。それ苦手なんじゃけど。そういうことを言ってる場合ではないと思いますよ。時間もありませんし。ごもっとも。親友のアドバイスありがたく受け取っとくよ。頑張ってください。陰ながら応援してますよ。お、あ、普通に話せるんだ。ちょい待ち。主役がテニス部ってことは他の部活もあるってことなんだよね、きっと。そっか、さっきはミルだったもんな。普通に話してみよう。よっ。よう。お前は真面目じゃのう。感心感心。これもしや頭慣れてる。気にするなって。休憩がてら俺と話でもしていかんか。あれ、なんか話してないのあったっけ。食べ物こいつ何が好きだっけ。ん、何これ。なんじゃ唐突に。別に好きでも嫌いでもないが。そうですか。なんでカツオのたたきなの。カツオって読むのね。先輩って小さい頃どこで暮らしてたのかなって思って。だから高知名産カツオのたたきか。あ、地と安直じゃないかの。あ、高知出身かなって思ったってことで。じゃあどこなのと教えてくれるんですか。さあの。やっぱり教えてくれないし。あ、まだ昼。オッケー。で、何作んの。おお、水羊羹。完成したら食っていいんだよな。寒天はいいものが入りましたから期待できるでしょう。すまん、ちょっと攻略サイト見てた。うん、俺も完成。それじゃあ完成したものから冷蔵庫で冷やしましょう。あ、冷やしてる間に水豆の準備に入ります。わかりました。まずは何から作りますか。わかりますね。日吉沸かしを思い出すんだけど、作り方は簡単です。鍋に水と黒糖を入れて煮るだけ。それだけでいいのかよ。もちろん焦がさないように気をつけてください。沸騰して溶けたら火を止めて冷やします。そうしたらアクや溶けなかったクリーム状の塊ができますから、それを取り除けば完成です。さすがにこれだけ大きな黒糖の塊だと溶けるのに時間がかかるな。熱ー。こっちはだいたい溶けたぜ。溶けたら火を止めてください。白玉団子作りに入ります。なかなか忙しいですね。当日は開店前に忙しらいは終わらせますから、今ほど慌ただしくはないと思います。そろそろ冷えた頃ですね。うん、試食に入ろう。待ってました。じゃあまず水羊羹から。うわ、うまそう。出来栄えは綺麗ですね。食べたことないけどうまそう。いただきます。召し上がれ。うん、いい出来だ。おい、ちゃんといただきます言えよ。他の二人も上品な甘さに仕上がっている。おいしい。あ、おかわりねえの。早い、もう食べちゃったんですか。味はどうでした。文句なし。よかった、みつ豆もできましたから試食どうぞ。ああ、こういうやつ。甘味どころをやって大正解だぜ。天国だ。みつ豆にあんを入れればあんみつに、うん、アイスを入れればクリームあんみつにもなります。メニューのバリエーションは広がりましたね。ああ、
あとは各自で入れるものを工夫してもいいかもしれない。それにしてもこの黒蜜はすげえな。いい香りがプンプンする。黒蜜は手作りの方がいいんですよ。ああ、その通りだな。ふう、どうやら試食はほとんど文太くんがやってくれそうですね。お、任せろい。さて、今日の練習はこのあたりにしておこう。あとは明日だ。よし、話そうにようと。また見ることできる。あ、これもしかして普通に練習？なあ、お前さんか。うっす。壁打ちよ。お前さんもやってみるか？本当は嫌だけどね、壁打ちは。じゃあ行く。なんで UFO がいいの？本当マジで。本当マジでって同じ意味だけど。じゃあ行くぞ。あ、左に打っちゃった。おっと、残念。あれ、できない。おっと、残念。もうタイミング難しすぎない？おっと、残念。おっと、残念。これ再チャレンジできないんだよな。まあ気にしちゃいかんぜよ。あ、普通に優しい。あ、できるんだ。あと1回だけでもいいかな。じゃあ、行くぞ。これ難しくない？あ、普通にできた。で、褒めてくんないの、リオ。おっと、残念。なんでミスした時だけさ、入ってくんの？なかなかじゃ。うっす。今日はここまでだ。お、お疲れさん。消えちゃったよ。ですか。何を咲いていたのかなと思って。特に何。なんだ今の。店内の飾り付けですが、どんな風にする予定ですか？そうですね、単純に和風を強調できれば良いかと思っていますよ。ん、押せない。それでしたら店内に風鈴を置いたり小物を用意するのはどうでしょう？なかなか良いですね。運営側で用意できるものなのですか？はい、多少なら用意できますので、では押さえておきますね。お願いします。やっとまともな会話できてる、ヤギウッド。これでまともに会話してないの真田だけだと思う。話す回数1回か。ちょっと待って、なんかいるかもしんないから見てみる。おほら、あんじゃん、ルドルフ。お前誰だに。うちの模擬店に何か用だに。あ、いえ、その見てただけです。つまり何今の、スパイ。なんじゃこいつ。もう中学生ってさ、こんな話しかけることないでしょ。あんた誰とか言わないでしょ。あ、ニオンいるね。で、この二人っけ。うえ、お、はい、何。
そうだな。あ、アイスでも食いたいぜ。そうだね、食べたくなっちゃうね。え、そんだけ？何これ？何この会話？やばい、メアド聞かれるからちょっとこれ以上は赤谷に話しかけないようにしよう。と言っても話せないけどね、もう。まあ赤谷普通になんかなんていうの、懐いてくれると嬉しいよね、私が先輩だったら。で、普通に同い年だったら、その今みたいに気軽に話しかけてくれるし、これはモテるわ。よう、お前は真面目じゃのう、感心感心。もう会うたびに頭撫でてるの。気にするなって。宿題終わりました？数学得意ですか？いや、苦手じゃけど。そうすけ、そうですか、少し教えてもらえたらと思ったんですけど、苦手でしたら。またさっきの発言はなしじゃ、教えちゃるよ。苦手じゃないってことですか？まあそういうことだな。得意も苦手も教えたくないもんでな。じゃからつい言ってしもうた。私に言っちゃってますけど。お前さんは別によか。そうなんですか？お、これは帰るイベントもない。なんか少なくないかな、帰るイベント。うん、みんな順調に来てる、よかった。ふふ、匂う、あ、やばい、赤谷が追いついてきてる、やばいやばいやばい。よし、じゃあ今日はこれくらいにしとこう。ありがとうございました。じゃあ次回よろしく。